しいけど、どうかした？皆さん揃いましたか？ストラフさんは今日はもう先に眠るそうです。機は熟した。今戦いの時。まずは僕はお米をタグそれだと 2,3 日かかります。ひげ遊ぶな。どうすれば触らせてもらえるのか。捕まえた。遊んでくれてたんだ。ああ、なかなか包帯の切れ目が見つからなくて。何してんのお前。教室を出ろってこと。拾っちゃった。もう現れてる。今このフィギュア自分で動いて着地しなかった。何やってんだよミカ。めちゃくちゃ睨んでる。エロミネ君。これ何それ。相沢さんのフィギュア拾ってね。スカートめくってたのに。マジで俺にもめくらせて。なんて悲しい敬礼だ。服も全部脱げるっぽいのよ。作ったやつは変態ね。マジで。ちょっと俺にも貸して。店員長も。いかん、こっちへ。エロミネ君。ダメよ、これはあんたには渡せないわ。変態よ、変態。逆効果って。だからなんで白髪まで。っておい。
しました。なんだてめえ。私ドジだ。ドジってバカでアンポンタン。おもちゃか。おもちゃとは違うレス、こんなことしてる場合じゃないのに。では。なんだよ。私から。ドジ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 。なんだそのパワー。おい、破壊をやめろ。落ち着けよぜ。その量。協力してくれたら俺が新しいゴーレムを用意しようじゃないか。早く話しなさい。余裕余裕。ワンパンワンパン。嘘だな。それよりこの世界、勇者が魔王になったりするのか。あら、私のパンツ気に入ったのかしら。ほらふーん、ふりふり。おお、これは一目惚れっすよ。乳首、乳首。餌、食べてない。どうして。ん？こんなものが。女の嫉妬は醜いわね。塩らしく負けを認めなさい。さよなら乳首。昨日のパンツよ。どうしたの。ちょっと。パンツをみっちゃんが履いたことによってハムスター